出題予想論点ローラー大作戦。皆さんこんにちは、レック専任講師の根本です。ここでは私が例年担当している出題予想の講座の一つ、出題予想論点ローラー大作戦のこちらの説明をしていきます。こちらどういった講座かと言いますと、まず今年の本試験でどこが危険なのかといった出題可能性が高い論点を指摘していきます。そしてそれを皆さんはローラーのように一個一個プチ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 潰していくと、そういうことをやってもらいたく作った講座です。昔は出題予想の講座というのを6月にやっていました。その6月にやられた時に受講生からもっと早く言ってくれれば事前準備ができたのにと、ということを多くの方から言われ作った講座です。早い段階で今年の危険なところを見つけて、そこから真っ先にやっていきましょう。そのためにどういったことをやっているかを説明していきます。まずは予想です。例年出題予想ということで出題可能性が高いものを A ランク、ここはまずないだろうというところを C ランクということを指摘します。これ自体は全科目そして全分野について指摘します。民法の相続一つ一つについて、これが A、これが B、これが C といったまとめの図表をお配りします。それを見ることによって今年危険なのはどこなのかというのが一目で分かるようにしています。そしてこの予想ですが、いわゆる講師の山、勘というものは全くもって入れていません。予想の講座自体もう10年近くやっています。やってて分かるのが、自分の勘を入れると外れるってことなんです。この試験はある程度周期性を持って出されます。例えば不動産登記の審査請求、あれは4年に1回、オリンピックに来るというのは結構な方知ってると思います。あれを見つけたのは間違いなく私です。初めのうち行ったら周りからバカにされました。4の倍数来るわけないだろうと。16年に当て、20に当て、24に当て、28年に当てています。このような周期性を見ながらやっていますので、例年多くの的中をしています。じゃあどれだけ的中しているかと言いますと、これが左側が予想した分野、的中出たかどうかというのが載っています。他の年もご指摘します。このように例年全部の問題ではありません。ですが17問程度の分野については毎年分野の的中をしています。それが私がやっている出題予想です。じゃあその予想が分かった上でどうやって潰していくのかという話に行きます。皆さんにお渡しする講義教材があります。ぶっちゃけ言うと A ランクはこれだけやればいいよといった教材にしています。具体的に言うと答練、過去問、これやるべきものを全部入れてます。具体的にお見せしましょう。こちらですが、問題が載っています。でここにはオリジナルというのが答練問題です。年度番号は振っているもの、こういうのは過去問です。やるべき、その分野でやるべき過去問、やるべき答練問題を一問一答形式で入れています。これによってどの問題をやってどれやらなくていいのかというのは一目でわかります。一目でわかります。またもう一個、インプットすべき図表というのも入れています。今の先ほど見た一問一答が左側のページで、これが右側のページになっています。右側のページには基本的には覚えるべき図表、理解しなくちゃいけない図表を中心にまとめています。
そして左側のページの問題とこの図表はリンクするように作っています。左側の1番の問題の知識が右側のここに当たりますよと、星1って書いたのはそういう意味です。そういう形で問題と図表がリンクするようになっています。このような形で覚えるべきものと解かなくちゃいけないものが一冊でまとまっています。そしてなおかつ今年からですが、出題可能性があるもの、そういった密室論点もできるだけ多く載せるようにしました。出題可能性が高いものについては何が出されるか分かりません。一回でもいいから見てほしいといった論点を入れています。これ自体はもう超直前でもいいと思うんです。超直前でも眺めておけば本試験会場でこちら頭に引っかかる可能性があります。そういったまだ出てないけど一回は見ておいてと、といった論点も掲載しています。私の講座の卓越ターゲット攻略講座、これを中心に作っていますが、この一番下の密室論点というところ、そこを新たに付け加えたり、また卓越ターゲットの講座の教材に一部加工して提供します。ではこの講座を受講してどんなふうに直前期学習をしていけばいいか、それを説明していきます。まずはこの講座が始まる3月からこの講座が終わる4月半ば、ここまでしっかりやってほしいのは出題可能性が高い論点、その A ランクのその基礎知識をしっかり見てほしいんです。具体的に言うと、先ほど見た左側の問題で言うと、加工音番号は振っているもの、まずはこの加工音番号は振っているものは絶対にその4月半ばまでにはできるようにしてください。逆に基礎は絶対固めると、この講座の受講中に予想論点部分の基礎を固めるという意識を持ってください。そしてその後4月半ばから5月半ば、ここまで来ますとやっていただきたいのは、先ほど見たところで言うと「オリジナル」と振っている問題、それとかこういった密室論点のハイレベルのものというのを1回は見ておく。そして B ランクと載っているところがあります。この部分です。 A ランク論点だけではさすがに全問題は当たりません。こちらの講座の中に何が A で何が B で何が C か載っています。できるだけ多くの時間 B ランクの論点を確認していく、そういうことをしていってください。そしてなおかつ A ランクの基礎というのも繰り返すことによってここをどんどん濃くしてください。そして最後に5月半ばから本試験、 B ランクや A ランクの基礎や A ランクの密室をどんどん固めていく、そして余力があれば C ランクのところを1回だけでも見ておく。この C ランク出る可能性は極めて低いです。ただ出ないとは言い切れません。そしてやってない分野、見てない分野があるって状態で本試験に行くとやっぱり気持ちがシュッていっちゃうんですよ。あ、俺はあそこ読んでないんだよな。でも直前期に1回でも読んでれば、まあ、強くはやってないけど少しは見たよなって気持ちになります。本試験直前に C ランクをちょっとだけ見ておく。で、あとは可能性が高いところや B ランクのところをどんどん濃くしていく。こんな感じでこの講座は活用してみてください。で、最後にこの講義自体はどんな感じでやるかと言いますと、今回のこの教材の方の問題を解いてもらいます。で、解いた上でその部分について図表を使いながら解説をしていきます。私の講座を一度でも聞いたことがある方はいつも通りの生の講義の根元です。もし受けられたことがない方はいろんな動画、いろんなウェブ動画が流れてますので、ぜひ一度私の講座を見てください。結構面白いと思います。
ということで、こちらのプロモーション以上といたします。最後までご視聴ありがとうございました。